富良野が足りないよ。この番組は富良野市の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。地域おこし協力隊のちゃんみなこと石水美奈です。今年の冬はやけに暖かいですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先日は日中の気温が10度を超えるなど、もう春が来たのではないかと錯覚を起こすほどでしたね。私はその日春先取りだと思って、早速トレンチコートを着てしまいました。さすがにトレンチコートはちょっと気が早かったかなと周りの人の服装を見て思いました。今年は冬を楽しむ暇がなく、雪も溶けてしまって春の気配が漂ってきたように感じますね。ここからまた巻き返すというか、冬が戻ってくる、雪がもっと降るっていうことがあるんですかね。また雪が結構ドカッと降るのであれば、スキー場にもまだ今年2回しか行けてないので、もうちょっと楽しみたいなと思ってます。さて、ラジオ番組富良野が足りないよのお時間はお楽しみいただけているでしょうか。昨年と少し体制が変わりまして、月に1本という形でやらせていただいているんですけれども、私は今シティプロモーションの担当として、富良野の魅力を富良野市内、富良野市外に伝える業務を担当しています。そこで富良野の魅力を改めて考えてみたときに、観光地としての富良野のイメージは思い浮かぶんですけれども、普段の暮らしの様子など、リアルな様子があまりイメージできなかったんですね。その時、もしかして観光地としてはすごい知名度抜群な富良野だけど、リアルな街の暮らしの様子とかはあまり知られていない、あれ足りていないと気づいたんです。足りないよと聞くと一見ネガティブなイメージになってしまうかもしれませんが、そんなことはありません。富良野のリアルな情報をもっともっと発信していこうという意図がありますので、これからもふるさと納税やワーケーション、富良野の自然といった切り口で富良野が足りないよのラジオ番組を放送していきますので、どうぞ楽しみに。富良野市の公式インスタグラムで富良野の自然に触れてみませんか。富良野市は雄大で豊かな自然がすぐそばにある本当に素敵な場所です。そんな本当に素晴らしい富良野市の自然ですが、正直言うと移住してくるまで富良野市イコール自然というイメージがあまりありませんでした。まだまだ知られていない富良野市の自然はたくさんあると思っているので、その魅力を再発見してインスタグラムで発信していきたいと思っています。富良野市の公式インスタグラムは北海道富良野市と検索していただくとアカウントが出てきますので、よろしければフォローしていただけるととっても嬉しいです。そんな自然に特化したインスタグラムにちなんで、自然の音を聞こうというリラックスタイムをお届けいたします。今回お送りする自然の音は、雪を踏みしめながら歩く音と、雪で覆われた鳥沼公園の鳥たちのさえずりです。どうぞゆっくりお楽しみください。
自然の音いかがでしたでしょうか。普段何気なく耳にしている音ですが、改めて聞いてみるとこんな素敵な音があったんだと再認識できますよね。このラジオを聞いた後は前より自然の音に耳を傾けるようになるはずです。ここからはちゃんみなの登山日記といたしまして、私ちゃんみなの登山の様子をお届けしますと言いたいところですが、夏山登山シーズンは終わってしまって、雪深い北海道なかなか登山はできませんということで、私の登山以外の趣味のお話とイベントの告知をお話ししようかなと思います。私のもう一つの趣味、それはズバリ写真です。先月もお話しさせていただいたんですけれども、富良野市の公式インスタグラムの写真は全て私が撮影しているので、仕事でもあるのですが、プライベートでも写真を撮りに行くことがあるので趣味でもあるんです。ただなかなか冬は撮影に、行きたいんですけれども、そもそもこうどうやって撮ったらいいのかなとか、なかなか運転するのが大変だなとか思って、なかなか行けてはいないです。ただインスタグラムではいつも写真を投稿しているので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。実はそんな写真にちなんで、今年の3月2日土曜日に写真講習会、撮影会、交流会ができるツアーを開催します。約1年半 SNS やメディアでの情報発信をしてきて、念願のオフラインイベントです。先ほど申し上げた通り、 SNS とウェブメディアにて、自然に囲まれた富良野のリアルな暮らしというテーマで発信をしてきました。そこで今回は実際に富良野の自然を体験していただくために、富良野市の地域おこし協力隊としてフォトツアーを企画します。内容に関してなんですけれども、プロの写真家さんからこう撮影の技術が学べたりですとか、スノーシューの体験を通して冬の富良野を五感で体感できるコンテンツを用意しています。綺麗な雪景色の写真が撮りたい、一眼レフを使いこなしたい、写真を通してつながりを作りたいという方におすすめの内容です。イベントに向けた情報は市の公式インスタグラムとネイティブメディアで発信していますので、そちらもご確認ください。本日もラジオを聞いていただきありがとうございました。今回の放送も楽しんでいただけましたでしょうか。これからも富良野の自然をいろんな角度からお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。地域おこし協力隊ちゃんみなこと石水みながお届けしました。富良野が足りないよ。この番組は富良野市の提供でお送りいたしました。